体験して味わおう秋の長津川に参加いただいてありがとうございます。なんかこういう機会がないとちょっと遠い長津川まで来る機会はないと思うんですけど、それ以上にここの海の豊かさ、良さを今日は知ってもらえればなと思ってこういう企画を今回はしました。ぜひ今日は楽しんで美味しいものをいっぱい食べてください。どうぞよろしくお願いします。長津浦は内湾という形で海水なんですけど、入り江になってまして、すごい山に囲まれているような海なんですよ。四方がそういうところなので、すごい穏やかで、それでもって山の養分、沢水とかそういう養分ですごい豊富な漁場になってまして、牡蠣の養殖とかそういうのがすごい適している場所で、すごい魅力的な風景もありまして、すごい僕たちは自慢の地元で、皆さんにこの見てもらいたいなと思って、はい、すごい美味しい食材を通して何か知ってもらうとって、こっちの方に何か目を向けてもらうきっかけにもなるかなと思いまして、いろいろだんだんこういう風にやることになりましたね。はい、無理に引っ張ると余計挟むから、これ獲物が握られるから、ほら、こっちの方は本当ちょっとまだ復興っていうよりも、解体が終わって道路がで電気がこの間通ったばかりでってことで、その復旧さえまだままならないっていうか、その元の状態すらなってないので、復興っていう、イメージとはまた違うので、まだまだだと、はい、感じてますね。こういう企画がない限りあまり来ないので、そういう意味ですごい賑やかに、でも子どもたちも今日来てもらってたんですけど、人たちのやっぱ声っていうのはほとんど聞くことがなかったんですけど、今日も漁師さん皆さんすごい子どもたちの声を聞けたということで、すごい喜んでらっしゃったので、僕もやってよかったかなと、はい、今昔両親が営んでいた旅館を再建に今進めてまして、今飲食店としては仮にちょっと再開してますが、これからその宿泊施設の再開を目指して、その今は準備をして目指しているところです。そしてそれに伴ってこちらの地域ともつながっていきたいなと思ってまして、いろいろ地域に何か潤うようなことをやっていけたらなと考えてます。はい。